IAI ハロップパリ航空省2013年徘徊型兵器は攻撃型の無人航空機の一種に対する故障で離陸した無人航空機が数時間にわたって目標地域上空を徘徊し高価値目標を発見するかもしくは地上管制システムからの指令を受けると対地ミサイルのように搭載した爆薬諸とも目標に突入し自爆して攻撃を行うというものである 徘徊可能な時間内に目標が発見できない場合には自爆するか、機種によっては自力的投資再使用可能なものもある。故障については、徘徊型自立兵器、徘徊型攻撃システムというようにも表現される。日本語訳ではうろつき型兵器、自爆型 UAV、特攻型 UAV、神風 UAV、神風ドローン、スーサイドドローン、神風ストライクなど、 様々に表現されている。徘徊型兵器の従来の対地ミサイル、巡航ミサイルとの違いとしてはといった点が挙げられる。この種の兵器として最初に実用化されたのはイスラエルの IAI が開発し1994年に初飛行に成功したハーピーで、これは敵防空網制圧を目的としており、検出した敵レーダー波に向かって突入する機能を持つものであった。 その後は、イスラエルやアメリカ合衆国だけでなく、その他の国でも、同種の無人兵器の開発が進められている。IAI Harpy パリ航空賞、2007年、イスラエル・アメリカ合衆国イギリス大韓民国。ありがとうございます。